コカ・コーラ・ボトリング・カンパニー・オブ・ケープ・コット社、コカ・コーラ・セントラル・ジャパンとつかし店コカ・コーラの自動販売機用飲料の運送用トラック・ボトラーは、清涼飲料水の濃縮原液を仕入れ、水で薄めて容器に入れて、消費者の手に渡る状態の最終製品にして、出荷する会社である。フランチャイズの一形態で、現役メーカーが、フランチャイザー、ボトラーが、フランチャイジーに当たる。 基本的に飲料の特許、レシピ、商標は現役メーカーが保有しており、ボトラーは関わっていない。資本的にも、ボトラーは現役メーカーと資本関係のない独立資本である。複数の現役メーカーから現役の供給を受けることもある。飲料の味は現役で決まり、ボトラーが違っても同じである。ただし、水の違いによってわずかに味に差がある。 現役メーカーは世界展開していることが多いが、ボトラーはエリアマーケティングにより地域分けされている。フランチャイズ契約により、ボトラーはエリア内での独占的な製造、販売ライセンスを得る。容器としては、ガラス瓶、アルミ缶、ペットボトルの3種類が主である。容器はさらに、段ボール箱などで包装されて、小売店などに出荷される。コカ・コーラの権利を買い取り、 コカ・コーラ社を設立したエーサキャンドラーが、瓶での販売を始める際、自社で瓶詰めするのでも、他社にレシピを渡して製造させるのでもなく、レシピを秘密にしたまま、瓶詰め、販売の権利だけを売り出したのが始まりである。コカ・コーラ社は、コカ・コーラなどの現役を、世界中のボトラーに販、ボトラーのほとんどは、独立資本だが、消費率で出資するケースもある。例外的に、 北米を販売エリアとするボトラーの一つ、ザ・コカ・コーラ・リフレッシュメンツは、コカ・コーラ社の子会社である。1990年代以降、効率化やコスト削減などの目的から、日本国内のボトラー間でも、再編の機運が高まっている。1995年には、全国展開するスーパーコンビニ向けの販売業務を、コカ・コーラ・ナショナル・セールス株式会社に一本化。 1999年には、米国本社が、ボトラーの広域化を目指して設けた、アンカーボトラー制度適用の国内第1号として、コカ・コーラウエストジャパン株式会社が発足した。この他にも、複数のボトラーが共同出資して、持ち株会社を設立する流れが相次いだ。2016年4月には、コカ・コーライーストジャパンとコカ・コーラウエストの経営統合に向けた協議の開始も、 発表、2017年4月に、持ち株会社としてコカ・コーラボ・トラーズ・ジャパンを発足し、両社及び、ウエスト参加の四国を参加に収め、さらに2018年1月には、持ち株会社の称号をコカ、コーラボ・トラーズ・ジャパンホールディングスに変更した上で、イースト・ジャパンが、ウエスト、四国を合併し、コカ・コーラボ・トラーズ・ジャパンした。さらに、経済改革による外資規制の緩和も、 相まって、日本コカ・コーラのみならず、米国コカ・コーラ本社も、アンカーボトラー設立に際し直接出資するようになっており、ウエストジャパン発足の際に数、数パーセント分の株式を取得。これにより、市場二次化に接する、現場企業を参加に置く形となり、商品構成に、米国本社の意向を反映させやすくするとともに、米国本社での世界戦略決定においても、 日本の市場動向をより早くつかむことができるようになった。同様にコカ・コーラ・イースト・ジャパンも米国コカ・コーラ本社の子会社と孫会社の日本コカ・コーラから出資を受けている。イースト・ジャパンに統合された旧セントラルジャパン、旧三国、旧トネ、旧東京のボトリング会社4社も同様に出資を受けていた。こうした出資の状況は 現在のコカ・コーラボトラーズ・ジャパン・ホールディングスにも引き継がれている。ありがとうございます。